昭和48年2月、山口百恵と桜手純子は新進気鋭の写真家篠山紀信の撮影のためにハワイに飛び立った山口桃江氏前年度にデビューし ににヒット曲に目を組まれ、人気歌手として認知されていた桜田淳子と山口百恵だが桜田淳子はようこそここへクッククックに象徴されるように典型的なアイドル路線一方の山口百恵は「あなたが望むなら私何をされてもいいわ」といった過激な 青い正路線、二人の個性は真逆と言ってよかったにもかかわらず時として大人たちは桃江と純子の区別がつかなかったその当時の山口桃江と桜田純子は容姿がとてもよく似ていたのだ二人は同じ番組に揃って出演する機会が多かったがその現場でたびたびディレクターなどが 桜田淳子に向かって、桃枝ちゃんと声をかけたり、逆に山口桃枝に対して、純子ちゃんと話しかけることがあった。そしてその度に山口桃枝と桜田淳子は、わざと怒った顔を見せたという。後に山口桃枝は、自叙伝青い時で、その時の心情を語っている。 実際2人とも本当の姉妹のような気持ちになっていた山口百恵と桜田淳子は同じスター誕生というアイドル発掘番組出身でデビューした年も実年齢も同じその上2人ともデビュー前に上京して同じ品川中学校に転校しクラスまで 一緒だった2人はプライベートでも打ち解けて親しくなっていったハワイでの撮影は水着だったその時の山口百恵と桜田淳子はまだ中学生だったので撮影された写真は篠山基臣お得意の過激なものではなく浜辺で戯れる等身大の山口百恵と 桜田純子をシンプルに撮ったものだったハワイでの撮影日の夜桃江と純子は同じ部屋に2人で泊まった就寝時間が来て2人はカバンからそれぞれのパジャマを取り出したなんと2人が出したパジャマは全く同じものだった 桃江と淳子は声を上げて笑った。桃江と淳子にとってハワイでの撮影は仕事でありながらも気の置けない友人と過ごした本当に楽しい時間だったはずだ。しかし、そんな時間は長くは続かなかった。やがてマスコミは山口桃江と桜田淳子をライバルと 書き立てるようになっていった。